ンクラフトが2018年、新しく、リリースされるジョイントッドクロー128で、今までのシリーズの中で一番小さいサイズ で、はい、でまあ、重さはだいたい 20g ちょっとぐらいなんで、まあ、今までのビッグウェイだったらビッグウェイタックルが必要だったのが、今までの使ってる MH のロッドだったり、はい、で、まあ、気軽に使えるのでおかっぱりで1個持っていったら損がないルアーですね。価格はまだこれから で、はい、今年の夏ぐらいに全部順調にいけば、まあ、順調にいけば、はい、価格も含めて非常に楽しみ、そうですね、ぜひ使ってみてください、はいはい、でそれとまあ、はい、同時に、はい、シェイプスの 2.5 インチ、これはめちゃめちゃ詰めますね、はい、正直言って、まあ、今まで4インチと 5.3 インチがあるんですけど、はい、かなりサイズダウンして 2.5 インチなので、まあ、かなりフィネスに特化したワームになってます。で、まあ普通のダウンショットだったり、まあ、おすすめは結構ネコリグとか、ネコリグ で、まあ、僕一番好きなのはスモラバのトレーラー、はい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 、まあ、シルエット的にもまあゴリ系とかでも見えたりするんで、まあファイトの時だったりとか、もうこれは見慣れてないですからね、ボトムを這うように使っていただいたスモラバとか結構僕は一番好きです。これ差し方的には横差し、スモラバだったら、はい、こっからこっちに針出る感じで、あー、なるほどなるほど、一応もジョイントになってるんで、はい、テールもあのシェイクしたらかなり繊細に動くようになってるんで、これもかなり上手なアイテムです。じゃあ今年はこの2つがもう肝になってくる。あとまあ、去年結構ご好評いただいたホームスライドに新色が3色追加されるので、はい、いっぱいいっぱい買いました。あ、ありがとうございます。はい、もう夏もまたこの3色で楽しんでいただけると思うので、はい、これは従来からあるんですか？これは、名古屋のキープキャストとかの販売の時に、はい、ほんまに販売してたんですけど、はい、多分販売予定はないと思います。まあ、そうですよね、はい、イベント等で少し売りたいと思います。バラムのこのスペシャルカラーも店頭にまだこれから発売されてる、あ、もう発売されてるぐらいのやつなんですね。まあ、まあ、サンサジックスも出してるんですけど、はい、普通靴、まあ一応この2色がもう、4月頃発売、4月ぐらいに、はい、もう受注取りしてるので、これは釣り具屋さんで買うような感じ？そうですね、釣り屋さんでも、はい、大丈夫です。普通の町の ABC マートとかそういうところでは、では売ってない、はい、一見売ってそうに見えますけど、はい、いや、そういう感じなのかな、はい、どうなのかな、かかとの部分にもロゴ入ってて、余んないですね。そうです、まあ一応クラッチで紐結んで、はい、解いて履くのが面倒くさいって方にチャックもあるんで、あー、これは雑誌だとちょっとよく分かってなかった。これから行くんで、横から履けるんで、はいはい、で、まあ釣りの時でも履いてもらえたり、はい、普段履きとかでも全然履けると思うんで、サイズが S と M と L と XL と、はい、まあ、4サイズ転換されてます。ありがとうございました、はい。